足を怪我したふりをするロバット、オオカミロバが牧場で草を食べていると、オオカミがやってくるのが見えました。ロバは足を怪我したふりをしました。オオカミが寄ってきて、どうして足を引きずっているのと尋ねました。垣根を飛び越えようとして、 いばらに足をついてトゲを刺してしまったからです。あなたは僕を食べるつもりでしょうけれど、その前にトゲを抜いてくれませんかそうすれば口にトゲが刺さる心配なしに僕を食べることができるでしょう狼はなるほどその通りだと思いました。狼がロバの足を持ち上げて、 一生懸命にずめを調べているのを見すまして、ロバはガツーンと、狼の口を思いっきり蹴飛ばしました。おかげで狼の歯は全部折れてしまいました。ひどい目に遭った狼は言いました。俺が馬鹿だったんだ。親父から仕込まれた仕事は肉屋なのに。 医者の真似なんかどうしてする気になったんだろう。このように自分にできもしない仕事をやろうとする人はヘマをしてひどい目に遭うのが当たり前です。